日は落ちて少し肌寒さも感じる広島広域公園第一球技場です。今シーズンから始まった WE リーグカップグループステージ第5節グループ B、 サンフレッチェ広島レジーナ対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦をお送りします。台風の影響で延期となっていたこの試合ですが、今日無事に開催することができました。すでに台風は温帯低気圧に変わったとのことですが、中継をご覧いただいている皆さんも身の回りの安全を第一に過ごしていただければと思います。では気象です。気温は 18.2 度、湿度は 64% です。今は少し収まっているんですが、台風が過ぎ去った広島、風がやや強い状況です。フラッグを見ると時折左から右、画面上大きくはためいていることがあります。この試合の実況は住谷彩香でお送りいたします。では WE リーグカップのレギュレーションをご紹介しましょう。所属する全11チームを6チームと5チームの2つに分けて、今週末までグループステージを行います。 A、B のグループの1位同士が10月1日味の素フィールド西ヶ丘で行われる決勝戦に臨みます。広島と千葉が属しているグループ B には、他にも日テレ東京ヴェルディベレーザ、ノジマステラ神奈川相模原、アイナック神戸レオネッサが入っています。グループステージ各組総当たりで行われるため、広島は現在3戦目、千葉はこの試合がグループステージ最後の試合となります。初めてとなるリーグ公式のカップ戦、どのチームが頂点に輝くのか、ぜひ注目してご覧ください。さあ、もう間もなく両チームの選手がピッチに入場してまいります。過去の対戦成績を見ると、昨シーズンのリーグ戦両チームの対戦では、第10節は1対1の引き分け、第14節は1対0で千葉の勝利となっています。今選手たちがピッチに入場してきました。今日はキャプテンマーク広島は6番の佐山桃子が巻いています。そして千葉は岸川夏樹がキャプテンマークを巻いてピッチに入ってきました。両チームの選手たちが整列し、サポーターに挨拶を行います。広島ですが、9番上野真美の姿も見えています。上野はコンディション不良で一時試合から離れていたんですけれども、このカップ戦初出場ということになります。それではスターティングメンバーご紹介しましょう。まずはホームの広島です。ゴールキーパーは福本美穂、ディフェンダーは4人です。松原志保、佐山桃子、塩田真也が今日は入っています。5番の木崎葵、ミッドフィルダーは3人、上野真美、小川愛、柳瀬風奈、フォワードの3人は川島春奈、谷口好美、中島吉野、そしてサブのメンバーには初のメンバー入りとなりますゴールキーパー藤田七海、そして8番増谷梨花、昨シーズン開幕してすぐ左膝の怪我をしていたんですが戻ってきました。監督は中村新監督です。続いては今日の試合の審判団ご紹介します。主審は小泉朝香、副審は曽根美宇、赤木美奈美、第4の審判員は谷本七子です。それでは続いてジェフユナイテッド市原千葉レディースのスターティングメンバーご紹介していきましょう。ゴールキーパーは清水しおり、ディフェンダーは3人、大熊玉樹、石田七海、一ノ瀬千里、ミッドフィルダーは6人です。田中真理子、今井由里奈、岸川夏樹、蓮輪誠、鴨川美穂、大沢遥、そしてフォワードは千葉レミナが入っています。サブのメンバーには新加入の鶴見彩香、そして戸川由紀の名前もあります。監督は猿沢慎二監督です。さあ、もう間もなく前半のキックオフとなります。両チームの選手がそれぞれ円陣を組んでいます。カップ戦なんですが、現在順位まだ試合数がグループ B 揃っていない状況なんですが、広島はホーム2試合消化で1分け1敗で5位、千葉は3試合消化1勝1分け1敗3位という状況です。
千葉はこれがグループステージは最後のゲームとなります。先に円陣が解かれたのは広島です。上野真美、待っていたサポーターの方も多いでしょう。拍手で迎えられます。ウィーリーグカップグループステージ第5節グループ B、 サンフレッチェ広島レジーナ対ジェフユナイテッド市原千葉レディース、まもなく前半45分のキックオフです。今試合が始まりました。画面上左から右に攻めるのがホームのユニフォーム紫色広島です。右から左に攻めていくのが黄色のユニフォームアウェイの千葉。口元に落として川島から長いボール上野をめがけました。ここは少し流れていきました。千葉のゴールキーパーは清水しおりです。昨シーズンはすべての試合に出場しました。長いボールが入って頭で跳ね返る川島ヘディング、ここは千葉を収めます。岸川から前へ、ここは広島が収めます。谷口をめがけましたが流れていきました。谷口プレッシャーをかけます。ここは清水がボールを抱えて一ノ瀬から長谷はボールはライン割りませんでした。一ノ瀬から長いボールが入る、胸で落とした鴨川、鴨川ドリブルで中に切り込みます。ここは広島の選手に当たる。最終ラインから再びキーパーの清水に戻します。千葉は猿沢慎二監督体制3シーズン目ということになります。走る戦うサッカーというのが代名詞です。また猿沢監督は広島のご出身ですので地元でのゲームということになります。松原優奈、中に入れる小川、ここは人数をかけて奪いました。千葉タッチラインを割って千葉ボールです。長谷から大沢です。前節決勝ゴールの大沢、さあボックス内2人います。自分で入っていきます。鴨川ボックスの近くは千葉レミナ、よくブロックをしました広島。やはりターゲットは千葉レミナでした。先ほどのシーンです。ここで粘って鴨川がクロスボールを上げました。最後対応していったのは25番の塩田真彩、今日は中村に代わってセンターバックを務めています。さあコーナーキックです。キッカーは鴨川美穂です。千葉長身の選手も揃っています。一番背が高い選手でいうと5番の田中が172センチあります。どこをめがけるでしょうか。ゴールの近くに選手が、千葉は5人固まっています。少し離れた位置には170センチの長谷は、さらにその少し後ろには大沢がいるというそんな並びになっています。最初のセットプレーです。巻いてくるニアのボール、これはクリアしました広島。タッチラインを割りました。松原優奈、今日も右のサイドバックに入っています。昨シーズンは17試合出場しまして2ゴールを挙げました。スローイン、千葉の長谷が投げます。再びタッチを割りました。広島ボールです。素早く始めた広島です。小川、ここは長いボールを蹴りました。ロングフィード、さあ岸川、どちらが収めるか。いいトラップで小川が足元につけました。さあ川島、小川、ここは急ぎません広島。左のサイド、ボールはタッチラインを割りました。千葉ボールです。背番号5番は木崎葵です。昨シーズンはすべての試合に出場しました木崎。さあここ千葉レミナも行っていますが冷静に対応していきました福本美穂。松原から川島へボールが通りました。川島
激しいプレッシャーに行く千葉です。しっかりと体を入れていきます。ハスは前節は開始早々8分に先制点を挙げました。このハスはです。一ノ瀬からさあ大きくピッチを使ってサイドを変えました。右のサイド中に入れる岸川、田中も呼んでいます。ここで奪った広島です。さあカウンターになる中島はドリブルで持ち上がりますが、ここは千葉厳しくチェックに行って奪います。さあ再び広島奪い返した。松原広めの位置に川島もいますが、一度下げて佐山へ、最終ラインで落ち着かせます。長いボールが入りました。中島をめがける、これは流れていきました。タッチラインを割って千葉ボールに変わります。姿が映っているのは塩田真彩、166センチのプレイヤーです。昨シーズンは6試合に出場しました。さあ今度は千葉です。千葉一気に持ち上がる鴨川です。鴨川から右のサイドに出る千葉レミナ、ボックスの付近大沢もいる。ここは冷静な対応がありました。広島のディフェンスライン集中力が光っています。コーナーキックです。千葉は2本目、キッカーは変わらず鴨川です。ボックスの外で選手たちが今円陣を組んで話をしています。長身の選手でいうと田中、蓮は他にも石田七海や大熊、玉木、一ノ瀬、千里も165センチを超えています。岸川も168センチあります。ここは中央かき出しました。広島今井、もう一度です。千葉右のサイド切り返してしっかりついていたのは中島芳乃です。鴨川と中島のバトルでした。もう一度コーナーキックです。セットプレーのチャンスが続きます。千葉3本目、これはファーサイド、千葉レミナクリアしました。広島塩田、失礼しました、上野のクリアでした。さあスローインです。ハスは ヘディング、ここはタッチライン割りました。すぐスタートするのか千葉、一度待ちます。ハスワに変わります。深めの位置でのスローインです。ハスワから中にボールが入る、ここもクリアしました。冷静に対応している広島です。さあスローインから一ノ瀬から長いボールです。ここは鴨川が追う、体を入れて松原収まりました。千葉大沢です。一ノ瀬一度下げます。一ノ瀬ここに蓮がヘルプに行って再び一ノ瀬にワンタッチで戻そうというところ、球際かなり激しくなっています。さあ鴨川が取った、ここもブロックしました。佐山です。上野この位置まで来ています。一度佐山に、塩田ここは急ぎません。広島じっくり行きます。広島は後ろからボールをつないでゴールに迫っていくというようなそんな特徴のあるチームなんですが、中村慎監督に伺うと今シーズンのキーワードはビルドアップだというお話をしていました。
どのようにして前線を押し上げていくか、そしてゴールに迫っていくのか。縦に長いボールが入りました。谷口をめがける。谷口倒れましたがファールなし。ここは蓮輪が収めて一度キーパーに戻します。谷口プレッシャーをかける。さあセカンドボールどちらが取るか。広島、おっと跳ね返ったところ、蓮輪が行きます。さあ大沢です。前には千葉レミナもいる。大沢自分で行きました。最後ミドルシュートを選択したでしょうか。小川と塩田が対応していました。広島千葉のゴールへの積極的なプレーがたくさん見られているこの時間帯です。右のサイド、ここはスプリントしていきますが頭で跳ね返した佐山。小川、おっとここはつながりました。さあ上野、右のサイド川島です。川島自分で中に持っていく、切り込んでいきます。ドリブル、さあ前を向いた柳瀬、左のサイドから上がっています。抱き上げる川島をめがけるが、ここで借りました千葉です。再び収まったはずは岸川、今日キャプテンマークを巻いています。林キャプテンが不在の中、チームを引っ張ることが今自分に一番求められていると話したのは背番号8番をつけています千葉の岸川です。その岸川から右のサイドを使います。大熊から田中へ一度戻します。中を使う今井、今井から大沢にボールが通りました。さあ大沢は前を向く、仕掛けます。ここは松原が行く。さあヘルプに出ました。今井から一度下げて、さあ落ちるなという大きな声も聞こえている。ヘディングで最後は大沢合わせましたがゴールマウスの上を行く軌道でした。大沢遥香、前節の決勝ゴールはもちろんなんですが昨シーズンは18試合に出場をしまして6ゴールを挙げている選手です。ここでハッスルプレーを見せました。おっと千葉レミナ大丈夫でしょうか。少し滑ってしまったでしょうか。立ち上がりました。このシーン、佐山の足が太ももに当たってしまったようです。立ち上がっています。プレーが再開されます。この千葉レミナ昨シーズンの後半戦から加入をしてきたんですけれども10試合に出場しましてなんと6ゴールの大活躍。やはりマークも厳しくなっています。さあ広島狭いところですがここを川島から奪った鴨川、鴨川止まらない、鴨川シュートまで行きました。ゴールの右側でしたが鴨川素晴らしい仕掛けでした。ここで川島から奪ってディフェンダーに当たったんですがそれでも失わず最後シュートまで。迫力があります鴨川。カップ戦アイナック戦でもですねミドルシュートからの非常に迫力のあるゴールを見せてくれました。ここも行きます。大沢、上野から谷口跳ね返した千葉。さあ千葉レミナもいますがここは一度福本に預けます。広島塩田、塩田から小川です。小川から柳瀬、木崎、縦に長いボール、ここは中島がいます。中島の足元にピタッとつくボール川島が呼んでいる。その川島めがけたでしょうか。引っかかりました。人数をかけて奪った広島。さあ上野です。木崎、
一度下げます。落ち着かせる広島。サポーターの皆さんからも手拍子が起こっています。松原に対しては早い大沢のチェック。ここはタッチラインを割りました。スローインから上野。カップ戦初出場となります上野。長いボール中島です。ターゲット中島追いつく。さあ谷口も上がっている。そして上野、川島も上がっているが自分で中に入っていく。クロスボールだったでしょうか。最後は大沢がクリアしました。大沢のプレッシャー。小川、ここは一度最終ラインに預けます。塩田、佐山、スルーして谷口です。さあ柳瀬ドリブルで仕掛けます。前に運ぶ。ボックスの付近には3人います。中島をめがけた木崎。ここはボール流れていきました。ゴールキックに変わります。木崎葵です。昨シーズン全試合に出場したことによってやはり2シーズン目は責任感が違いますという話もしてくれました。実はこの木崎と千葉の6番今井ゆりなは浦和レッズレディースジュニアで6年間ボランチのコンビを組んでいたということで、今日の対戦を非常に木崎楽しみにしていました。少し重なり合うような形で木崎と田中真理子が倒れました。このシーンです。少し足と腹部が当たってしまいました。今握手を交わして立ち上がりました。相手を思いやるそんな姿が見られました。さあ試合が再開されます。今井から一度下げて、ここプレッシャーをかけに行くのは中島。谷口も行きます。そして川島持っていく。高いところで奪いたい広島。人数をかけます。失わずにつながりました。さあ前を向いて、ここは大沢をめがけた。少し長くなりました。広島ボールに変わります。タッチラインを割りました。この大沢なんですが、オフの期間中はスピードを上げるために速筋のトレーニングを重点的に行ったということです。そのトレーニングの成果でしょうか、スピードが生きているシーン、ここまでの時間帯何度もありました。さあ前を向きました岸川です。岸川がクロスボールを入れる。少し角度が惜しいところでした。千葉レミナをめがけました。さあ今度は広島木崎から、角度が少し逸れてしまって千葉に収まります。長いボール胸で落として一度下げます。今井から右のサイドを使うワンタッチ鴨川。人数をかける広島ですがボールを失いません。千葉石田です。石田から一ノ瀬、一度キーパーに預けます。清水しおり、焦らずにじっくり回します。相手を動かしてパスコースを探っているというところでしょう。中に入れる背岡たち。鴨川追いかける。この位置に田中がいます。田中、さあ千葉レミナ走ります。追いつけるか。ここは落ち着いていました。塩田、いい対応がありました。千葉レミナに対しては今日塩田そして佐山のセンターバックコンビがしっかりと危機管理をしているというそんな広島です。さあ今度は広島
最終ラインがプレッシャー激しくいきます。千葉一度下げて、少しピッチ風も強くなってきたように感じます。フラッグも大きくはためいています。さあ、ハスはクロスボールが上がりました。クリアした広島、川島から一度松原に、高校も千葉レミナが行っています。小川に対してのところですが、ここ大沢が刈り取る。さあ大沢行きます。大沢からさあ今井、鴨川から今井というところでしたが、ハスは再び大沢に戻ろうというところ、柳瀬が体を張ってディフェンスしました。ここタッチラインを割りました。広島ボールです。大沢が奪って鴨川につないで、そして今井からという、すごく波状攻撃といいましょうか、人とボールがよく動く攻撃の展開を見せました千葉。一度下げます。さあここは急ぎません。じっくり行く。大熊から前へというところで、ここで奪いました広島。小川から長いボールが入ります。追いかけていきます中島、クリアしました。大熊玉木冷静です。地元千葉出身の選手で、アカデミーからこのトップチームに加入をしました。さあ岸川、ここは一度最終ラインで落ち着けます。カップ戦なんですけれども、前回対戦は両チームと野島ステラとの対戦となりました。広島は引き分けだったんですけれども、千葉は2対1で勝利ということになりました。さあここ千葉レミナが行きました。千葉レミナドリブルで仕掛ける。ここよく対応、後ろから来ていた鴨川決めました。鴨川美穂ディフェンス2枚で対応したかに見えたんですけれども、千葉レミナが仕掛けたところ、その跳ね返りを鴨川です。先制ゴールは千葉。このシーンです。千葉レミナに対して2人で囲んで対応したディフェンスラインですが、後ろに鴨川が走っていっていたの見てましたね。お見事です。鴨川見事先制ゴールを挙げました。23分、千葉先制です。さあ1点ビハインドの状況になりました。広島長いボール、ここは谷口が追いつくか、体を入れて対応しました石田。谷口も非常にスピードのあるフォワードなんですけれども、ぴったりとついていきました。さあコーナーキックです。広島キッカーは小川です。広島は最初のコーナーキックになりますかね。ゴールの近い位置には上野もいます。そして少し離れたところに柳瀬と中島吉野の姿。塩田も166センチあります。ゴールの中央あたりにいます。キッカー小川、ニアサイド佐山をめがけました。さあもう一度やり直しです。コーナーキック2本目です。
小川ですが、コーナーキックの際、以前は中に合わせることを非常に大事にしていたそうですが、今は自分のペースで自分のボールを蹴るということを意識しています。ニアサイド、これはゴールキックに変わります。1人選手倒れています。一ノ瀬でしょうか。今チームメイトに手を引かれて立ち上がりました。リプレイです。このシーン、塩田をめがけていたところでしたが、一ノ瀬がしっかりと体を使ってセットプレーのチャンスをしのぎ切りました。一ノ瀬千里、昨シーズンは19試合に出場し1得点を挙げています。ボールが流れていきまして、広島のスローインで再開です。タッチラインを割っていました。スローインから一度下げます。佐山、佐山から両手を上げて呼んでいました塩田へ。背番号25番は塩田真也、柳瀬風内、長いボールが入ります。ここは少しルーズなボールになりました。しっかりブロック敷く広島です。ここプレッシャーをかけに行きました川島春奈。収まった佐山、佐山から中島、この位置に来ています。千葉ボールになる。さあ千葉前を向きます。鴨川です。鴨川が行く。先制ゴールの鴨川、田中から一度下げて岸川、ここは引っかかりました広島ボールに。木崎から小川、小川ドリブルで運びます。岸川もついていっているが、いい対応がありました岸川です。姿が映っている小川愛、先ほどのセットプレーのキッカーでもあります。今シーズンの攻撃は自分たちのところから起点を作っていかなければいけないと責任感を持ってプレーをしています。さあ中に入っていきます。一度下げた左のサイド、木崎です。中島、柳瀬に通りました。柳瀬、ここは佐山に戻します。松原、中村新監督の慌てなくていいという声がマイクを通して実況席にも聞こえてきます。松原、ここで体を入れた大沢ですが失いません。おっと、引っ掛けて千葉が取ります。玉際の攻防、今日は見応え十分です。さあ前半28分台に入りました。中に入れる大沢、大沢から一旦下げた一ノ瀬、キーパー清水、ワイドに張って呼んでいるのは田中です。ドリブルで運ぶ、ここが鴨川に通ります。鴨川仕掛けます。一度スピードを落として右のサイドに出す。ボックス内は3人いるが、一度下げます。今井です。今井から一ノ瀬、蓮は誠へ追い越す形で一ノ瀬も走っているが、ここはクロスボールを選択。ターゲット千葉レミナでした。田中、右のサイドは田中真理子が入っています。ロングフィードが非常に得意な選手。一旦ここはパスワに預けました。下げてプレッシャーをかけます谷口。今日は広島トップの位置は谷口好みが入っていまして、右のサイドに川島春奈、左のサイドに中島吉野が入っています。そしてボランチの位置柳瀬、そしてインサイドハーフ上野。ここはボールが千葉になります。さあ岸
岸川からその並走している鴨川もいますが、一度田中に戻して一ノ瀬です。ここはスルーしていきましたが広島の選手に収まります。小川、さあ中島が行く、中島中に入っていきます。中島自分で行く、後ろから小川コントロールして右のサイド川島です。ボックス内は4人、上野をめがけるがわずかに角度が合わない。いや広島としてはいいチャンスシーンを演出しました。たくさんの人数が関わってゴールに迫っていくという、昨シーズン後半戦選手たちが自信を持ってやれるようになったと話していた、そんなプレーでした。ここはタッチライン割りました。千葉スローインです。トラップが少しだけ大きくなりましたが失いません。千葉大沢倒れていますがすぐ立ち上がった岸川、右のサイド、さあ前を指さして呼んでいる鴨川ですが、その鴨川にボールが通りました。オフサイドフラッグが上がります。中村新監督からは少し右に寄りすぎているとポジションの修正の声が上がりました。広島のスローインから再開です。上野から川島どこをめがけるか、一度松原に下げます。ゆっくり組み立てる広島です。さあ塩田、高い位置に木崎もいるが直接長いボールで谷口をめがけた、走っていきますがここはキーパー清水の冷静な対応です。谷口好み、身長165センチの選手なんですがポストプレイヤーとしても非常に迫力がある選手です。ここは厳しくいきました。柳瀬風奈、アグレッシブなプレーです。今日ボランチでコンビを組んでいる柳瀬風奈そして小川愛なんですけれども、柳瀬が前に出た時には小川が距離感をよく見て考えてというお互いの立ち位置というのを非常に大切にしているというコンビです。サムネでトラップして千葉切り返した、右のサイド上がっているクロスボールが入るか、ボックス内には大沢がいる。ここは広島奪いました。佐山から松原、ワンタッチでもう一度戻します。前半34分に入っています。ここは急ぎません。広島一度下げます。ここを大沢行っています。大沢プレッシャーかける、小川から松原、長いボールです。谷口をめがけましたが少し長くなりました。最終ラインから長いボール一発で前線へという、そんな仕掛けが広島何本も見られています。ロングボールを使った多彩な攻撃、足元、ここは広島収まります。さあ今度はどのように前線にボールを運んでいくでしょうか。佐山から松原、中に入れます。小川に対しては鴨がついていますが、ここでボールが入る縦、ここも少し長くなりました。この時間帯になって広島の
ゴールに向かうボールが非常に増えている印象です。さあ35分台に入りました。しっかりついていっています川島春菜。さて前回対戦のお話もさせていただいたんですけれども、前回対戦決勝ゴールを千葉上げているのは大沢です。野島ステラ相手に決勝ゴールを奪いました。さあ今度は前を向きました千葉です。千葉レミナ、千葉レミナ中を見ながらです。人数が揃いました。さあ深めの位置までドリブル、今度ファーサイド鴨川をめがける、クリアしました。収まった千葉、岸川からここは最終ライン下に戻します。岸川、さあ縦につける千葉レミナにボールが入ります。千葉レミナシュート、いやドリブルの勢いそのままに打っていきましたが、福本いい対応、素晴らしかったです。さあ鴨川に対しては柳瀬がついている。一の下げて、さあ大沢です。大沢後ろから今井、あ失礼、岸川です。岸川夏希思い切って振り抜いていきました。最終ライン、広島は1点ビハインドの状況です。37分に差し掛かろうというところ、松原から縦に長いボール、一度下げます。千葉、さあここで広島前を向きましたが体を入れていい対応、大沢です。大沢から中は千葉レミナも走っています。大沢ドリブルで自分で運んで少し短くなったところは広島回収。さあ川島です。一度下げる、広島塩田からの長いボールです。中島へ、ここは大熊玉樹が対応します。千葉胸でトラップして石川から今井へというところ、ここで笛がありました。今日はボランチの位置、千葉は8番の岸川、そして6番の今井が入っています。キャプテンマークを巻いているのが8番の岸川です。横パス、リスタートやり直しです。石田七海から、この石田七海1対1の対応と間につけるパスが得意だと話をしています。さあ蓮輪に対しては川島厳しくいきます。蓮輪から一旦下げて今井です。手前から中へ、ここは広島が対応しました。福本美穂、実況席にもマイクを通して福本のコーチングが非常に大きく響いて聞こえます。塩田、今日は中村に代わってピッチに入っています。長いボールが入る木崎から、
ここはタッチライン終わりました。千葉ボールで再開です。木崎、さあ縦にボールがつく。田中を反応しようというところでしたが、タッチライン終わりました。広島ボールで再開します。柳瀬、上野仕掛けるか。上野自分でシュート、ゴール前少し左右にドリブルしてコントロールをしながら最後は自分で振り抜きました。上野真美、昨シーズンの後半戦からこの2列目の位置を担当することになった上野です。さあ今度は千葉の時間帯、ハスワから縦につけた大沢です。千葉レミナ走っていますが自分で行きましたか。クロスボールを上げようというところでしたか。少し頭を抱えるような仕草もありました。大沢、手を挙げて呼んでいますが塩田、おっとここは千葉レミナが厳しく行きます。そして鴨川も行く。岸川です。岸川から横パス、さあ岸川へ再び通る。ここは広島ブロックします。ボランチ小川から、さあ松原です。松原から川島へというところですが、ここは冷静に奪いました。一ノ瀬、清水しおり、長いボールでここは広島相手に与えません。木崎から柳瀬、長島です。さあ柳瀬中にドリブルで持ち運んでいきます。小川、再び戻ってきて松原、右のサイドを使います。一度最終ラインに戻していく。左のサイド中島が呼んでいた、その中島にボールが通ります。さあ中島ドリブル、自分で中に運んでいきます。中島から斜め谷口をめがけましたがクリアしました。千葉、さあそして千葉レミナが走ります。ここは木崎に出した。福本、広島どこを使うか。小川愛、一度塩田真弥に戻します。背番号25番。さあ佐山に対して厳しくいく大沢です。ここで笛がありました。前半も残り時間がわずかになってまいりました。1点ビハインドの状況なのはリスタート、マイボールで再開をしました広島です。千葉、鴨川が23分に先制ゴールを挙げて見事リードをしました。たくさんの人数が関わってゴールマウスに迫っていくという千葉らしいと言いましょうか、そんな攻撃シーンから得点が演出されました。タッチライン終わりました。姿が映っているのは広島ボランチの位置に入っています柳瀬です。昨シーズンは16試合に出場しました。今シーズンはもっとシュートを打ちたいですと以前取材をした時には答えてくれました。さあ胸でトラップ、松原です。川島、谷口も呼んでいますが谷口に通る。川島にワンタッチで戻ってくる。上野ワンタッチで谷口へ、いい対応です。石田七海でした。広島としてはワンタッチでゴールに迫っていくというボールと人がよく動くそんなシーンが見られました。さあ今度は広島コーナーキックです。3本目のコーナーになるでしょうか。小川です。右利きなので外側に巻いていくようなボールになります。ここはニアサイド跳ね返りました。めがけていたのは佐山だったでしょうか。
もう一本コーナーです。広島長身の選手で言いますと佐山が167センチ、塩田が166センチ、谷口も165センチあります。松原優奈も165センチです。さあ今度はファーです。柳瀬が追いかけます。柳瀬ボールをものにした、切り返す、縦につけたい。アディショナルタイムは1分です。前半アディショナルタイム1分。広島のスローインからです。柳瀬から木崎へ、最終ライン狭いところですが通しました。さあ佐山から縦、谷口です。谷口前を向いた、谷口のシュート、自分で行きました。谷口好み、軌道はキーパー正面となりましたが体を反転させて前を向いて勢いのあるシュートを放ちました。このシーンです。前を向いてそのまま自分で行きました。昨シーズンは全ての試合に出場した谷口好みです。おっとここで前半終了のホイッスルです。 B リーグカップグループステージ第5節グループ B、 サンフレッチェ広島レジーナ対ジェフユナイテッド市原千葉レディースですが、前半鴨川の得点がありました。先制ゴール、こちらで1対0で千葉のリードということになっております。気温は低いですが非常に球際激しくハードワークが光っていました。両チームの選手額には汗が光ります。先制ゴールの鴨川美穂です。さてこの試合は広島広域公園第一球技場からお送りしております。
2022-23 B リーグカップグループステージ B 第5節、サンフレッチェ広島レジーナ対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦を広島広域公園第一球技場から実況は住谷彩香でお送りしています。それでは今日の試合前半をハイライトで振り返ります。広島と千葉の一戦です。千葉にとってはグループステージこれが最後の試合、広島にとっては3戦目ということになります。まずは前半3分です。千葉のシーン、大沢からこの位置ドリブルで運んで鴨川が行きます。鴨川が預かってクロスボールが上がる、最後は千葉レミナをめがけました。ここですかさず鴨川がヘルプに出て千葉レミナへという開始早々チャンスシーンを演出しました千葉。さあそして前半23分です。ここで大沢が奪ってさあこの位置からドリブルで仕掛けます千葉レミナ、そして鴨川が最後決めました。千葉レミナディフェンダー2人に囲まれていたんですけれども鴨川に預けてしっかりと決め切りました鴨川、これで千葉先制点1対0とします。今度はその直後24分広島のコーナーキックです。ニアサイド佐山をめがけたコーナーキックでした。続いては前半35分のシーンです。今度は千葉レミナドリブルから自分で直接シュートを放ちました。強烈なドリブルシュートを見せた千葉レミナ、その直後です。36分、大沢から切り返して後ろから岸川が行きました。グラウンダー気味のクロスだったんですが反応した岸川。そして広島のシーンです。41分、上野自分でコントロールして隙間を見つけてシュートを放ちました。ボールはゴールの上でしたが自分で仕掛けるという積極性を見せました。さあ今度はショートパスをつないだ広島のシーン、44分です。ワンタッチでつないで最後は谷口が自分で振り抜きました。前半は1対0千葉がリードしています。さて前半の45分を終えまして両チームとも今まで積み重ねてきた攻撃の良さというのが見られたように思います。千葉レミナの姿が映っています。 E1 選手権にも代表として選ばれまして1ゴールを挙げました。あ、少し寒そうにしていますね。試合前のピッチコンディションで気温が 18.2 度ということで、まあ、風も少しありますし選手たちは少し冷え込みを感じているかもしれません。さあそして広島の選手たちも今ピッチに出てまいりました。今福本を中心に円陣になって話をしています。この後後半戦45分まもなくキックオフとなりそうです。広島サブのメンバーには怪我から戻ってきました増谷梨花もいます。今日は出場機会があるでしょうか。今選手たちがそれぞれのポジションに行きました。エンドが変わって右から左に攻めるのがホームの広島、左から右に攻めるのがアウェイ黄色のユニフォームの千葉です。 2022-23 B リーグカップグループステージ第5節、広島対千葉の一戦です。今後半45分のキックオフです。小川から松原、長いボールです。早速縦に仕掛けた広島、谷口船でトラップ、再び小川、柳瀬から木崎がこの位置まで上がっている。木崎のクロスボール、ここは少し角度が合いませんでした。木崎葵です。左のサイドバックに入っているんですが攻撃にも非常に積極的、高い位置まで自分の足で駆け上がってチャンスメイクをしてきます。ここはセカンドボール、おっとタッチラインが終わりました。スローインで再開されます。広島ボールです。
風はキックオフ直後と比べると少し和らいできたでしょうか。フラッグを見るとはためきはだんだんと小さくなっているように感じます。さあ千葉が取る、縦につけます、大沢です。さあこの位置中島です。中島に対しては2人で囲んでいます。田中と今井が囲んでいるが、おっと3人目も来た、通します。谷口ワンタッチで中島自分で行く。人数をかけたディフェンスだったんですが、一度谷口に預けて自分で行きました中島芳乃です。ワンタッチで戻ってきたところよく見ていました。さあコーナーキックです。広島先ほどシュートシーンを演出しました中島芳乃は少し離れたサイドにいます。ゴールの近くには上野塩田そして佐山の姿もあり、谷口も中央あたりにいますね。ファーサイドには川島春奈、ゴールの一番近くには松原もいます。さあニアサイド佐山をめがけました。ヘディング書き出した。この位置には木崎がいます。木崎から福本へ。試合は後半戦に入っています。1対0千葉がリードをしています。グループステージ第5節グループ B です。塩田ここはじっくりと回します。広島さあ中島が行くがプレッシャーをかけます。大熊にボールが通る。千葉田中です。田中から中に入れる大沢、大沢に対しては激しく行きますが大沢失いません。おっと後ろから倒れるような形になりましたがファールなし。さあ広島中を使う。小川、小川に対してもこの鴨川がしっかりとついています。さあ佐山に対して厳しくいって引っ掛けました。これはラインを割っていました。ゴールキックに変わります。猿沢慎二監督の次次次という声もマイクを通して実況席に聞こえてきています。さあ試合は後半に入ってきています。広島としましてはサブのメンバーには先ほどもご紹介しました増谷もいますし金賀もいます。そして新加入の滝沢知太の姿もありますが、さあここは抜けていけるか。上野落ち着いて対応していきました。千葉ディフェンダー陣田中から中へ岸川そして一ノ瀬、ここは大沢が行く。岸川少し長くなったところは広島が回収。上野です。上野ここは丁寧に一度下げました。木崎プレッシャーが早いです。千葉レミナ、さあここ右のサイド川島春奈に出した。追いつきたいところでしたが千葉ディフェンダー陣今日前半からかなりハードワーク続いていたんですが集中力が切れません。大沢が追っていきますがここは一度キーパー福本に預けます。佐山、佐山に通って右のサイド松原です。松原自分で運びます。逆のサイド選手も呼んでいますがここは中を使う。さあ柳瀬から木崎をめがけましたが刈り取ったのは千葉です。さあ千葉早いテンポでドリブルです。田中から中大沢追い越す形で木瀬も行っていたんですが
ここで笛がありました。広島ボールで再開です。失礼、千葉ボールでの再開です。千葉ボールでボールのサイドには背番号14番の大熊玉樹が行きました。少し遠めの位置ではあるんですがフリーキック、後方千葉レミナめがけるか、笛がありました。ゴールキーパーのキックで再開されます。広島ボール、姿が映っているのは背番号8番の岸川です。岸川をめがけたボールだったでしょうか。岸川夏樹、昨シーズンのチームを振り返って引いた相手に対して単調だったというふうに話をしていました。どのように崩していくかというのを今シーズンは大切にしたいという話をしてくれました。ここも鴨川が厳しくいきます。二度追い、キーパーまで追いかけます。ハードワークを見せました鴨川です。さあ今度は広島、木崎が収めて、トラップ、ここは見逃さずに奪いました田中。今井から岸川、ワンタッチ、左のサイドには蓮輪がいます。さあ両チームとも後半に向けて選手の交代はありませんでしたので、このあとサブのメンバーがどのようなタイミングでピッチに入ってくるのかも注目していきましょう。塩田自分で持って上がってきました。ここは谷口めがけたでしょうか。小川です。松原一度預けて、逆のサイド木崎が上がっていますが、ここは中を使う、上野真美から中島吉野、中島ここは無理にはいきません。中に自分でドリブルコントロールしていく。さあめがけていったのは木崎でした。ここで大沢にボールが通ります。大沢から縦、田中です。千葉レミナもいます。さあ千葉レミナ自分でスピードを上げていく。千葉レミナクロスボールか、大沢をめがけたクロスボールでした。いや迫力のあるドリブル見せました。背番号15番は小川です。小川から一度下げます。ここも厳しくいく大沢、タッチラインを割りました。中島由志野からスローインです。木崎縦に長いボールだったんですけれども、これタッチラインを割りました。大熊玉樹です。スローイン、両チームともこのカップ戦は終盤を迎えてきています。千葉はこの試合が最後ですし、広島は3戦目ということになります。広島の方はサブのメンバーには滝沢知世もいます。広島の移籍情報でいうと、昨シーズンのメンバーが全員契約を更新し、そこに滝沢知世が長野から加入をしました。対する千葉は佐藤瑞佳、鶴見彩香、そして戸川由紀の3人が新加入。中でも佐藤と鶴見は千葉のアカデミーの経験がありますので、凱旋というような形になります。今日は鶴見と戸川がサブのメンバーに入っている千葉です。長いボール、さあここ広島奪いました。中に入れる上野です。上野からワンタッチで行こうというところ、木崎、谷口、中島、さあここ木崎いけるか、
2人に囲まれました。素晴らしい対応です。千葉ディフェンス陣、この時間帯になっても集中力が全く切れていません。石田から一ノ瀬、大熊に、今日の3バックは大熊、石田、一ノ瀬の3人です。岸川、キャプテンマークを巻いています。さあ鴨川にボールが通る。左のサイド、蓮輪誠、高めの位置には大沢、鴨川、千葉レミナもいます。岸川から縦にというところですが、ここは広島奪いました。おっと、奪い返しました。今井から大沢です。右のサイド、田中がいます。田中から切り返して一度下げます。奥又巻、岸川長いボール、ゴールに向かっていくボールですが、これは福本の正面でした。58分に入りましたが、未だスコアは1対0で千葉のリードです。さあここもしっかりとブロックに行きます。千葉ボールを自由に運ばせません。広島は一度最終ライン福本に預けて、塩田から縦、木崎がこの位置まで来ています。木崎ボールが通る。さあ川島に通って中島です。中島にパスが通った。中島追いつきます。谷口が中にいる。上野も走ってきている。中島から木崎のシュート。後ろからつないでという素晴らしいシーンがありました。このシーンです。中島つないで後ろから木崎でした。中村新監督からもナイスプレー、ナイスプレーと大きな声が上がりました。さあここ大沢がついていますが、これはゴールキーパーのキックに変わります。広島ですが、今シーズンの今取り組んでいるところについて中村新監督にお話を伺うと、昨シーズンの後半戦から特に攻撃のバリエーションは増えたと話をしておりまして、で質を高めるっていうところを今やっている最中なんですよというお話をいただきました。今シーズンのチーム目標はトップ3と掲げている広島です。体を入れていい対応がありました。塩田真也、右のサイド切り返して、千葉もしっかりとブロックを敷いているような形ですが、ここは佐山少し持ち上がって相手を動かしてパスコースを探しているでしょうか。左のサイド広いところは中島も呼んでいますが、プレッシャーかけます。鴨川、中島をめがけたボールですけれども、ここは大熊玉木がいます。谷口も行きます。さあ今井にボールが収まっています。千葉、今井から一ノ瀬です。最終ライン長いパス、ヘディング、セカンドボールは広島、木崎です。今日は最終ラインセンターバックは広島、塩田と佐山がコンビを組んでいます。塩田真也に関しましては、今日スターティングメンバーでの起用となりました。昨シーズンは途中出場で前への勢いをもたらすというような、そんな役割が多かったプレイヤー。さあここは千葉です。大沢に対してはスライディングで対応していきました。広島背番号2番は松原優奈です。コーナーキックです。千葉の後半初めてのコーナーになります。キック
カーは変わらず背番号10番の鴨川です。長身の田中真理子172センチはもう少し離れたところで今円陣を組んで話をしている状況。背番号21番の石田も167センチありまして、あ、中央に選手が6人固まっているような状況。石田がニアに走り込んでいくが、めがけたのはファー田中です。ここはボールスルーという形になりましたが、さあ川島春菜がドリブルで仕掛けます。川島行く、一度落ち着けて木崎、木崎から再び川島です。ここはタッチラインを割りまして広島ボールのスローインで再開。最終ラインからつなぎます。今日広島サブのメンバーに入っている滝沢が話をしていたんですが、対戦相手として見た時の広島は後ろからとにかくいろいろな形でボールをつないでゴールに迫ってくる、非常にやりにくい相手だったという話をしていました。後ろからつなぐ、その広島らしさが出ています。さあ上野、右のサイドから中に走り込んでいく、ここは谷口をめがけた、谷口追いついて谷口シュート、キーパーパンチングです。清水しおりのナイスセーブ。川島から谷口に出たボール、走りの勢いを殺さずドリブルしてそのままシュートだったんですけれども、清水冷静にいい対応を見せました。ナイスセーブです。橋本落として、さあ広島1点ビハインドの状況なんですが、谷口も何本も今日は前半から果敢にシュートに向かう姿勢というのが見られています。攻撃の引き出しの多さ、今度は質の部分だと話す中村監督。さあ今度は自分で行きました、谷口、千葉の大沢遥です。千葉の大沢遥、自分で左のサイドから振り抜いていきました。柳瀬、柳瀬から体を入れていく、大沢切り返して、また大沢です。人数をかけて奪いました広島。いや迫力があります大沢遥。アカデミーから加入をしてきました。ストロングポイントはと伺うと、オフザボールの時の動きもぜひサポーターの皆さんに見てほしいと答えてくださいました。今日は攻守にわたって非常にハードワークが光っています。さあ時間は65分台に入っています。さあここで広島選手の交代がありそうです。また後ほどお伝えできればと思います。木崎から柳瀬から中島へ、中島ドリブルで中に持ち運ぶ、前を向く中島、行きます、ワンタッチで戻そうというところですが谷口奪った、柳瀬もヘルプに行く、左のサイドボックス内2人、柳瀬クロスボールが上がる、ここは鍵出します。木崎まだあります広島、木崎再び収まって、さあ柳瀬前を向きました。柳瀬から小川愛、ここは胸でトラップしてクリア、再び小川落として鴨川がボールを収めました。一度下げます。広島選手交代スタンバイをしているのは背番号20番の島袋奈美恵、背番号19番の西原瑞希です。さあ千
跳ね返していきますが、ここは広島、川島が頑張ります。そして中島由紀乃、中島自分で打っていきました。ロングシュートだったんですけれども思い切っています。さあ最終ラインから今度は千葉が組み立てます。石田から一ノ瀬です。ここで球際非常に激しい、上野から、おお出てきました後ろから。さあ今度は追いかけていく松原に対してしっかりプレッシャーをかけています。長谷場も行っている。松原中ワンタッチ前に送る上野。さあ川島がいます。川島から木崎この位置、木崎から中島です。わずかに合いません。素早いパスでいい崩しを見せました。ここで選手の交代です。川島に代わって背番号19番の西原瑞希が投入されます。広島今日は右のサイドで出場しました川島春奈、西原に代わりました。そして背番号2番の松原優奈に代わって背番号20番の島袋、今日は右のサイドバックに入るようです。何度もビルドアップがありました松原優奈は島袋に交代しました。島袋浪江は前への推進力に非常に自信のある選手です。前節も途中でこの松原優奈に代わってピッチに入りました。さあ試合が再開されます。木崎落として頭で落としました塩田。木崎に収まって再び塩田。さあ変わって帰りました島袋浪江。島袋中小川です。谷口をめがける。柳瀬も追いかけます。塩田広島は2人同時にフレッシュな選手を投入しました。背番号19番の西原瑞希、背番号20番の島袋浪江です。その島袋から上野、西原です。西原そのまま右のサイドに入っているように見えます。対応していったのは一ノ瀬です。背番号3番一ノ瀬千里。一ノ瀬も地元の千葉出身、アカデミーから加入をした選手です。千葉は見ていると非常にアカデミー育成組織からの加入が多いチームでもあります。さあ木崎中に運んでいく。塩田はまっすぐ縦に入れる。谷口をめがけた。谷口に対しては人数をかけて奪いました。千葉大沢遥から長谷誠です。長谷は一度下げます。笛がありました。千葉ボールで再開されます。ボールサイドには鴨川が行きますね。少し遠めの位置ですが鴨川どこをめがけるでしょうか。近めの位置に残っているのが大沢、ファーサイドは田中ですが中央をめがけます。ターゲット一ノ瀬千里でした。鴨川セットプレーのキッカーとしても活躍をしていますし今日は先制点も挙げました。今シーズンの目標は得点とカップ戦が始まる前に話もしていましたので、有言実行という形になりました。カップ戦はこれで2ホール目です。さあここ鴨川に対して厳しくいった島袋浪江です。中に入れるワンタッチ上野から島袋上がってきました。西原瑞希一度島袋に預けてここ少し長くなりました。
キーパーの清水に預けます。小川から途中で入った島袋奈美恵、右のサイド、そしてその一つ前にも途中で入りました西原瑞希。さあフレッシュな右サイドのライン見せることができるか。西原に預ける。一度佐山に戻して塩田、止まりすぎているぞという監督の大きな声がありました広島。さあ左のサイド、長嶋吉野、ここは笛です。フラッグが上がっていました。さあここで選手の交代があります。千葉の交代です。あ、千葉はゴールキーパーも変わりそうですね。チェンスーユ選手が入りそうです。そして広瀬さくら選手もピッチに入るようです。広瀬さくら選手は大沢選手に代わってでしょうか。いえ違います、蓮田選手に代わって広瀬選手が入りますか。清水詩織選手に代わってチェンスーユ選手が入ります。蓮田に代わって広瀬、清水詩織に代わってチェンスーユが入りました。高いボール、ここはタッチ割って広島ボールです。背番号5番は田中真理子。スローインから今日は何度も攻守にわたってハードワークが光っている大沢遥です。どこを使うでしょうか。広島スローイン、流れていったボール、ここは谷口とのバトルですが、さあ上野にボールが渡ります。右のサイド、すごい速さで島袋が駆け上がっています。島袋から一度下げて木崎から中島吉野、狭いところですがここは千葉取り切ります。塩田待ち構えていました。さあ最終ラインでボールを回していく広島、途中で入った島袋から縦谷口へというところ、ここは上野が頑張って体を張ります。右のサイド、後ろから右のサイド、西原です。西原からのクロスボール、ここは軌道はキーパーの方に向かっていきました。西原瑞希です。独特のドリブルのリズムを持っている選手です。サイドもできますし、トップもできますし、インサイドハーフもできるという、非常に前めのポジションであればどこであっても器用にこなすような選手です。ここは追いついた千葉、頭で跳ね返る岸川が競り合いました。短くつないでいく田中から広瀬さくらへというところでした。背番号23番は広瀬です。交代で入りました。ですので、広瀬がトップの位置に入ってというように見えます。さあ佐山から右のサイド、島袋から縦、西原につけた、上野にめがける、上野囲まれたが奪いました千葉。さあ佐山からもう一度組み立て直しの広島です。
時間帯としましては76分に入っています。両チームとも2人ずつ選手を入れ替えました。佐山から小川、谷口にボールが渡ります。谷口、少しトラップ大きくなりました。千葉見逃しませんですが、再び取り返しました。島袋タッチ終わりました。スローインで再開されます。ボールは千葉ボール。あ、1人選手が呼ばれましたね。広島マスヤです。マスヤが呼ばれています。さあ胸でトラップして落としました。大熊です。大熊から縦につける。大沢、右のサイドは田中がいます。田中から大沢、今井に対しては中島行っていますが、ここも千葉収めます。右サイド岸川、一度下げて、さあ前を向こうというところですが、少し重なり合うような形で倒れてしまいました。ここで選手が入ります。あ、背番号15番小川に代わって、開幕してすぐ左膝十字靭帯を損傷していました増谷里香がこのピッチに戻ってきました。昨シーズンの開幕すぐの怪我、サポーターの皆さんもお帰りと温かい拍手を送ります。背番号8番の増谷里香、なでしこジャパンでの経験もあります。さあ千葉のフリーキックです。キッカーはもちろん鴨川。ここを使うでしょうか。遠めの位置に選手が4人固まっています。ここは斜めに大きく蹴った。鴨川美穂、昨シーズンリーグ戦には全試合出場していまして、リーグ戦では3ゴール、カップ戦でもここまで全ての試合に出場して今日で2ゴール目を挙げました。さて、さあ増谷プレッシャーをかけます。ここは笛がありました。いや、アグレッシブさ見せつけました増谷。以前トレーニングで取材に伺った際に、今シーズンの目標はと伺うと、やはり1シーズン絶対にやりきりたいし、とにかく今はチームに恩返し貢献がしたいと力強く話をしてくれました。広島増谷です。右のサイドから縦、上野をめがけますが、ここ増谷が取ります。さあ増谷前を向く、縦につけます。中島めがけるが少し長くなりました。ターゲットは中島吉野でした。ゴールキーパーは代わって入りました陳水湯です。千葉セットプレーも非常に得意としているというこの陳水湯ですが、2018年から22年まで台湾の代表としても活躍をしています。172センチのプレイヤー。長いボールが入る。さあ前を向きました田中真理子、切り返して一度下げます。縦に長いボールが入る。ここは体を反転させてというところですが、大沢遥のガッツが見られました。さあ
広島、木崎がこの位置まで出てきています。木崎からボールを奪い返した千葉、田中です。田中が前を向きます。ボックス内2人走り込んでいます。ボックス内に向かっているのは2人ですが、ここで1人ヘルプに来ました。鴨川プレッシャーかけます。さあ広島、柳瀬この位置までもらいに来ました。ドリブルで運んでワンタッチ。さあ柳瀬、木崎から中島です。中島、ここはしっかりと1対1ついて対応しています。人数がかかっている。次柳瀬、今度はサイドを変えました。右のサイドから島袋、上野に戻します。上野からワンタッチで入る。増谷スルーした、かき出しました千葉。さあ後ろからもう一度立て直し広島。時間は83分台に入っています。柳瀬から右のサイド島袋、西原、ここは千葉しっかりと、パスコースを切ってというところでしょうか。なかなか前にボールを運ばせません。逆のサイドは中島も呼んでいるんですが、1点ビハインドの状況の広島です。この位置まで木崎がドリブルで運んで、右のサイド島袋、浪江、西原、ここはタッチラインを割りました。西原瑞希です。昨シーズンは8試合に出場して1ゴール挙げています。笛がありました。選手が1人膝をついていますが大丈夫でしょうか。このシーンですね、代わって入りました背番号23番の広瀬さくらです。今今井ゆりなが顔を見ながら少し話をしていますが、千瀬も駆け寄っています。笑顔も見られています。プレーが再開されそうですかね。笑顔も見られました。広瀬さくら、流通経済大学からこの千葉に加入をしました。持ち味は何といってもドリブル突破だと話をしています。フォワードとして得点を決めることが今チームに一番自分が求められていることなんだと質問にも答えてくれています。さあ深めの位置追いかけていきます。千葉レミナ、ここは取りました広島。さあ前を向く柳瀬から素早い攻撃、わずかに角度がというところでしょうか。中島をめがけましたね。さあ今度は上野から柳瀬、右のサイドです。追い越す形で走っています。島袋、クロスボールが入る、ブロックかき出しました千葉。モックス内マスヤも詰めていました。さあリスタートです。広島ボールから、ここで選手が変わりそうですね。はい、千葉の方選手交代があります。背番号9番の大滝が大沢に代わって投入されます。今日は攻守にわたってハードワークが光っていました大沢に代わって背番号9番の大滝亜美がピッチに今入りました。
さあ後ろから塩田、ここはタッチラインを割りました。3人目の選手交代ということになりまして、大竹亜美がピッチに入りました。千葉です。大竹亜美は、ボレーシュートも非常に得意としていますし、2018年はなでしこ2部で得点王にも輝いた経験を持っています。フォワードにまた強力な選手が途中で入ってきました。時間は87分台に入っています。残り時間も短くなってきました。横パス、木崎から短くつないで、横パス、ワンタッチで前に出した柳瀬、谷口がカバーに行きます。短くつなぐ、一旦下げてワンタッチ、おっと佐山に対して厳しく行きました。大滝、さあ持ち上がって柳瀬風奈はこの位置、残り時間もわずか、右のサイド、ここには島袋浪江、柳瀬に対して真ん中真ん中と中村監督も声をかけました。塩田、木崎です。ワンタッチで再び塩田に戻す。さあ胸でトラップ、マスヤです。マスヤキープした、強さを見せつけます。ドリブルで運ぶ、中島です。中島中に自分で持っていく、ここは一度木崎に預けて追い越す形で走り込んだ、クロスボールが上がります。ここには西原追いつく、ボックス内は3人、いや4人になった、書き出します。千葉、ここは佐山が回収、柳瀬、一度キーパー福本。さあ広島サポーターの皆さんからは手拍子が起こっています。残り時間も少なくなってきました。中島に出す、中島から中を見ながらドリブル、これはゴールキックの判定になりました。中島、吉野、スピードと裏抜けがストロングポイントの選手です。一つ後ろの位置になる木崎には、足元につけてくれるようなボール、すぐにドリブルに走り出せるようなボールを要求しているという話もしていました。 E1 選手権はなじっこ代表にも選ばれました。球で落とす、さあ長いボールが入ります。ここで千葉が取り切るか、体を寄せていったのはマスヤ、広島のスローインです。アディショナルタイム何分あるでしょうか。広島は1人選手が準備をしています。振り返って、谷口シュート、決まりました。谷口同点弾です。1対1同点しました。谷口好み、今親指をぐっと立てて、このシーン体を反転させてふわっと浮かせるようなコントロールショットでした。木崎のパスに反応し体を反転させました。石田もしっかりとついていたんですけれども、素晴らしい対応がありました。そしてここで滝沢千世が中島吉野に代わって入りました。広島です。中島に代わりまして滝沢千世を投入しました。広島、さあ1対1になりました。試合はアディショナルタイムに入っています。後ろからシュートに行く、
さあ千葉も積極的にシュートを仕掛けます。ボランチの位置は岩井ゆりな、そして岸川夏希がいます。さあ滝沢知性がピッチに入ってきました。面接はスターティングでの出場だったんですけれども、この試合は途中から。さあアディショナルタイムは目安3分です。縦にボールが入るが、ここは千葉最終ラインが回収。左のサイドから前につける。ここは広島引っ掛けます。佐山から、おっと奪い返すか千葉。広島西原が回収しに行きました。さあ広がった位置に広島滝沢知性が待っています。手を広げて呼んでいますが、ここは中マスヤです。マスヤから縦谷口、先ほど同点弾を決めました。ここで笛がありました。柳瀬から早いリスタート。島袋縦パス。さあ柳瀬風奈から広いところ滝沢知も呼んでいますが、最終ライン塩田どこを使うか。木崎に入った。ここは少しコンビネーションが合いませんでした。滝沢選手に対しても中村新監督から少しポジションの指示がありました。さあここは広瀬から代わって入った大滝です。千葉右のサイド田中、一度下げて大熊、中に入れる岸川です。大滝、おっとここは柳瀬のプレーですが、ここで目安の3分を過ぎました。試合終了のホイッスルです。最終盤でした試合。谷口好美が同点弾を叩き込みました。2022-23 WE リーグカップグループステージ第5節グループ B、 サンフレッチェ広島レジーナ対ジェフユナイテッド市原千葉レディース、1対1の同点で試合を終えました。いやドローという結果になりましたが、両チームともゴールに向かう素晴らしいプレーが何度も何度も見られました。まず先制したのは千葉背番号10番の鴨川のゴールだったんですけれども、まあ、広島は後半に入ってフレッシュな選手もたくさん投入しました。そして同点弾を奪ったのはトップの位置に入っていました谷口好美でした。姿が映っているのは塩田です。今日はセンターバックの位置、体を張りました。両チームの選手とも今日は気温が非常に低く 18.2 度ということなんですが、額に汗がにじんでいます。そこからもこの試合の激しさというのが伝わることでしょう。サポーターの皆さんからは温かい拍手が送られます。同点ゴールの谷口好美です。今チームメイトとサポーターの皆さんにご挨拶を行っています。今日は台風の影響で日程が延期となっていたゲームだったんですけれども、無事90分プラスアディショナルタイム試合を終えることができました。結果は1対1の引き分けということでしたけれども、非常に見応えのある90分間でした。千葉はキャプテンマークの岸川を中心に列を作っています。今日は遠く千葉からもサポーターの方が応援に駆けつけていました。ジェフユナイテッド市原千葉レディースです。今温かな拍手で選手たちにお疲れ様のメッセージが送られます。今日は千葉の選手たち本当に攻守にわたってアグレッシブな姿たくさん見られました。
中でも額に、ね、汗をにじませているのは背番号7番の大沢です。さあ、そして広島の選手も今サポーターの皆さんに挨拶を行いました。いや、両チームの選手とも本当によく走り、そしてよく戦った、そんな90分間だったのではないでしょうか。さあ、それでは今日のゲーム1対1のドローに終わりました。この試合のハイライトをご覧いただきましょう。2022-23 B リーグカップグループステージ B 第5節、サンフレッチェ広島レジーナ対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦。まずは前半23分、千葉のシーンです。さあ、この位置で抜け出してきました千葉レミナ。折り返したところには鴨川、これが先制弾となりました。千葉レミナのドリブルから切り返したところ、鴨川が詰めていました。これで先制したのは千葉です。続いて35分のシーン、ここで千葉レミナボールが渡って、そのまま勢いよくドリブルシュートを放ちました。軌道はキーパー正面だったんですが迫力見せつけます。続いて41分、今度は広島のシーンです。ここで上野が受け取ってしっかりとドリブルでコントロールして、わずかな隙間を見つけて自分で打ったんですが、ゴールの上を行く軌道となりました。さあ、試合は後半戦に入ります。後半開始早々、今度は広島にチャンスがありました。中島由伸からドリブルで運んで、ボックス内谷口、その谷口にボールが通ってワンタッチで再び中島のシュート。中島思い切って振り抜いていきました。さあ、今度は広島、川島から中島に再びボールが渡ります。中島から今度は折り返したところ、ここ木崎が詰めていました、シュート。58分のシーンでした。さあ、63分、今度も広島のシーンです。右のサイドから中、ここには谷口がいました。谷口シュート、キーパー正面でしたがナイスセーブでした。キーパーは千葉の清水です。さあ、今度は千葉のシーンです。左のサイドから速いクロス、そして大沢が勢いよくゴールに向かうボールを蹴り込んでいきました。このシーンです。今日は攻守にわたって迫力を見せた大沢です。さあ、そしてアディショナルタイムに入ってからです。木崎からこの位置に谷口がいます。谷口、体を反転させてゴール、これが決まって1対1同点となりました。谷口の冷静な対応から同点弾を叩き込みました。千葉にとってはグループステージ最後の試合となりました。サンフレッチェ広島レジーナ対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦は1対1の引き分けで終わりました。さて、今日は台風の影響で、試合が翌日にずれ込んだにもかかわらず、大勢のサポーターの方が選手たちを鼓舞しにこの会場にやってきています。さあ、今選手たちに拍手も送られています。今後の対戦カードです。千葉はこの試合でグループステージを終えましたが、広島、今週末まだ試合があります。25日アウェイ、アイナック神戸レオネッサとのゲームがございます。午後3時30分のキックオフです。この試合で広島もグループステージは最後のゲームということになります。さて、現在のグループ B の順位も簡単に振り返っておきたいんですけれども、広島は今日の試合が始まる前までは5位ということだったんですが、これで勝ち点をまた1つ加えたという形になります。さあ、 2022-23 B リーグカップグループステージ B 第5節、サンフレッチェ広島レジーナ対ジェフユナイテッド市原千葉レディース、試合結果は1対1ということになりました。
いや非常に攻守にわたって見応えのあるそんなゲームとなりました。先制点は鴨川美穂、そしてアディショナルタイム終了間際には谷口好美が同点弾を叩き込みました。今日の試合は広島広域公園第一球技場からお届けいたしました。広島対千葉のゲーム1対1ドローでした。実況は住谷彩香でお届けしました。